皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。高校受験対策、中学英語基礎ミニテスト、今回は括弧内の語を正しい形に変えましょうと、こういう問題です。1番、括弧にリッスンが入っていて To music is fun で、リッスンが入っていて To music is fun、 このリッスンの形を変えます。2番、 Canada is the large が括弧に入っていますよね、 than Japan、 ね、この large の形を変えます。3番、 My brother study が括弧に入っていて English every day、 この study の形を変えるわけですね。皆さんは一度ここで動画を止めて答えを考えてみてください。どう変えるか、ヒントは文の中に入っています。そこを見つけて、考えてください。そして答えが分かったらもう一度動画を再生して正解を確認しましょう。正解はこうなります。1番はリッスンがリスニングになります。 Listening to music is fun. Listening to music is fun. これ音楽を聴くことは楽しいという意味を作りたいんですよね。ですから聴くこと、こういう意味を持つようにリッスンを動名詞のリスニングに変えます。2番、 Canada is the large の後ろを見るとザンガムでしょ。ですからカナダは日本よりも広い、こういう意味にしたいのでラージを比較機の larger にして Canada is larger than Japan、 Canada is larger than Japan で larger に変えます。3番、 My brother のうちの study が来て English every day、 every day、 毎日って、これ普段のこと言ってるんで、これ現在の文章ですよね。現在の文章で主語を見ると My brother、 これ三人称単数でしょ。ですから動詞は三人称単数現在形の S、 三単元の S がついた studies になります。 study は Y を I にして ES という形でしたね。ですから答えは studies、 My brother studies English every day、 My brother studies English every day、 これが正解です。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。